ああこれはこれはこれはあれですよ、クラウドの剣だ。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回はですね、こちら、はい、入手しましたプレイステーション5にねプリインストールされているソフト、アストロズプレイルームやってみたいと思います。プレステ5の機能をいろいろ教えてくれる面白いソフトということなのでね、とりあえず触りをね見てみようかなと思いますわよ。はい、ということでやってまいりましょう。ピン、キラキラキラ、おう、プレイステーションスタジオス、チーム遊び、綺麗ですね。アストロズプレイルーム、てーん、ボタンを押してください。はい、デュアルセンスワイヤレスコントローラー、プレイステ5のコントローラーですね。今も結構コントローラーにバリンバリン衝撃が来てるんですけれども、宇宙コントローラー、 PS のコントローラー、メモリーカード、お、初代プレステ、あ、歴代のあれですね、プレステの本体と周辺機器がいろいろと、おーおーおーおお、ピカーン、デュアルセンスワイヤレスコントローラーを紹介します。はい、バイブレーション、今めっちゃ手でバイブレーションしてます、すごいです。めっちゃバイブレーションしてます、すごい。アダプティブトリガー、アダプティブトリガーがね、これ私はあのすごい感動してるんですけど、あのシチュエーションによってL2、R2 の押し具合が変わるんですよ。今結構衝撃がね、硬い感じになっていたりして、結構強いです。タッチパッドはね、あの、プレステ4からありましたけれどもね。はい。なんで、割とほら、結構ね、精密に書けるんですよ。ほら。ね、今、巨乳って書きましたけど、モーションセンサー。モーションセンサー機能もあるんですね。はい、こうやって。今、私がコントローラーをグリングリンと動かしております。そして、マイク。巨乳、はい、ということで息もフーフーできるという感じで、コントローラーはハイテクです。ではこれが PS5、 ちなみにでかいです、すごいでかいです。棚の一つ占拠してますからね、めっちゃでかいです。ドゥドゥー、おー、曲線をなぞるようにもう中に入りましたよ。これが PS5 の中。おお、コントローラーが。ガチャ。す。おお、なんか出てきました。ぽよん。はい、これが主人公のアストロくんですね。かわいい。じゃあ、とりあえず進んでみましょうか。バツでジャンプ。バツでジャンプ。バツ長押しで、こう飛べる。さて、ここは？バツ。あ、なるほど。レーザーで壊せと。こっち。こっち。おー、変形しました。すごいすごいすごい。これは？四角で壊す。パン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 。で、これを引っ張ればいいのかしら。ほいっちょー。おう。おう。メインコンピューターみたいなのがいる。すごーい。おう。クーラーですか？これはメインチップ ?CPU? これなんだろう。で、あれは、おお、なんかいろいろ出てきましたね。後ろにも、おお、プレイステーションだ。初代プレイステーションだ。さて、好きなところから CPU プラザ、好きなところから冒険しろっていう感じなんでしょう。ここが、GPU ジャングル。そして、クーリングリゾート。クーリングリゾート。ここがメモリースカイ。そして SSD スピードウェイ。SSD スピードウェイちょっとなんかかっこよくていいですね。あれどうやって落とすのかしら。落ちてこない。よし。じゃあ SSD スピードウェイ行きましょうか。かっこいいし。レッツゴー。ピーン。おお。データビット発射場。アストロゴーゴーアストロ。かわいい。ちゃんとね、こういった小物一つにも動きがあるのがいいですね。お金。データがいっぱいある。あ、交通整理してますね。別におたげしてるわけではないと思うんですけど。これ敵ですね。はい。
いや、これを、あの青いのがセーブですね。チェックポイント。お、すごい。何ですか、これ。はい。あ、すごい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 。これ、モーションセンサーで、マリオの大砲ができますよ。マリオ64の。じゃ、ここで、ここで、こうして、こうですね。届かなかった。あ、いけてる、いけてる。お、は、すごい。パラグライダーだ。あ、これもあれですよ。モーションセンサーで、モーションセンサーで、角度をいじってますよ。すごいですね。あ、ちょっと届かないかも。よし、届いた。OK。いいですね。リンゴ？なんか撮ってますよ。あ、すごい。そんなところで、そんな器用なことができるんですね。ポチッとな。お？おう。落ちた、落ちた、落ちました、落ちました。うわぁ！復帰が早い。じゃ、今度は落ちないように。敵が。よいしょ。BGM もかっこいいです。じゃあここももう一回、多分あれが出てくる、コントローラーが、やっぱりなるべく上の、お、なんですか、あれかっこいいですよ。あそこめがけていきましょうか。スー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 スポン、いけそう、いけた。次あっち、オッケー、届くか、届いた。スースースー、なんでしょう、これ。あ、これは、あれですよ。クラウドの剣だ。すごい。これは写真撮りたくない。あ、撮れた。おー、ちょ。いいですね。こういうのいいですね。じゃあ、こっち。こうですか。ばば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 ば。おー。おー、なんか出てきた。ほい。敵がいますね。さあ、どんどん先に進んでいきましょう。あれも敵かな？敵っぽいですね。あ、ビッパ！やられた。ポイーン。さて、さて、さて。やつはどうやって倒せばいいんでしょう。あ、普通に倒せましたね。では、もう一回多分、パラグライダーが。あー、敵めっちゃいますね。絶妙にこれ避けていかないとダメかな。じゃあ、ちょっとずらし気味にして。おーっと、そっちは取れなかった。アビアー、結構難しいですね。いや、私がコントローラー下に向けてるのがいけないのか。なるべくね、コントローラーカチャカチャしてる音が入らないように机の下でコントローラーいつもいじってるんですけど、そうすると大体無意識にね、コントローラー下に向けがち。よし、ていリベンゾ。じゃあもう一回、ここら辺で、次こっちよっ、届きましたね。 OK、 これは何でしょう、パズルのピースみたいな。データをめっちゃ運んでる。これはコインかな。あ、なんか下ありますね。地味に。お、ここにもパズルのピースが。結構これが隠し収集要素なんでしょうね。してして。あ、あ、すごい。サイレントヒルの。取れるんだ。結構こういうね、あれですね。いろんな要素があっていいです。おー、すごい。落ちてった証拠隠滅できませんね。よし、では先行きましょうか。ほい。お、何ですか。おお、ロケットがありますよ。おお、こうやってる間にもね、コントローラーに振動が結構きてます。あ、これラチェクラですね。ラチェクラいいですね。あそこにもなんかスターウォーズかな。ここはデータがいっぱい。あれ、ロケットとどっち行くんでしょう。ロケットは別に、あ、いるいる、ちゃっかり中にいる、かわいい。先はあっちですね。
ではでは。へい。おお。アーティファクトを手に入れた。PS2 のコントローラーだ。デュアルショック2。どんな圧力も微細に感じ。ね、今までね、ずっとデュアルショックって名前だったんですけど、今回からね、デュアルセンスって名前になりましたから、コントローラーへのね、こだわりも感じられますよね。はい。では、先に進むには、お、なんか上にも。めっちゃ、ポップコーン食べてますね。あ、上こっちっぽいですね。じゃあ、ここから進んでいきましょう。コイン。SSD って。歌に SSD って声が聞こえる。よいしょ。どんどんロケットに向かって進んでいきますか。ほい、ほい、ほい、ほい。お、ロケットの先端まで来ましたよ。SSD スピードウェイ、スループット中域。すごい。これでロケット飛ばせるのかな。あ、これは、何ですか？ん？お、すごい、ジッパー上げ下げできる。コントローラーでジッパー上げ下げ。宇宙船だ。これはアダプティブトリガーで、あ、すごい衝撃ある。これはね、わかんないと思うんですけど、すごい衝撃ありますね。あ、これで左右で LR を押しながら左右でこう誘導していけというやつですね。ジョゴゴ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 。お、楽しい、楽しいですよ。えい、クック。あ、ちょっと緩めるのも大事だ。ゴゴゴゴゴゴ。あー、そこぶつかるとダメ。緩めるのも大事です。ズゴゴゴゴ。ほいほいほい、いいですね。新世代感すごいある。お、風がシュバ。あー、ここ難しいですね。でもほい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 、すごごごご、しゅごごごごご。これはジャイロとあれですね、アダプティブトリガーの合わせ技で左右をいい感じに操作しております。すすすすす。めっちゃ敵いる。お、ついたかな。え、まだまだ上あるか。す、 SSDはい、OK、ここで到着ですか。スピー SSD スピードウェイ、データスペース探査基地。データスペース探査基地、この宇宙感たまらないです。お、あ、これはあれですね、デビルメイクライですね。かわいい、いいな、こういうの。これは、あ、これはプレイステーションムーブミサイル、プレイステーションムーブミサイル。ふかふかだ。あ、すごい、ふかふかだ。ふかふかですよ。これもミサイル発射。あそこに宝箱がいっぱいあるのか。いいですね、ふかふか。お、これはバッチですね。ここにパズルがぴょん。さて、上に行けばいいのかしらね。あそこにもめっちゃあれですね、飛んでますね。いいな、楽しいな。これがこっちもなんかありそうですね。なんか探索しがいがあって無料と。お、息ですか。息吹きますよ。やっと、やっと動いた。おお、あ、すごい。宇宙ステーションみたいなのが。でっかいコインもらいましょう。お、こっちも行けるってことですね。おお、うおお、死んだ、死んだ。めっちゃ隕石吹っ飛んできましたけど。お、何ですか？アーティファクト。あ、かわいい。PS2 ゲームディスク。映画も見れるって本当にいいものですね。かわいい。そうですね、プレステディスクはなんか
青でしたっけ、黒か、いや黒じゃないな、青か、うん、背面側です。まあでも映画も見れるっていうのは確かに今考えるとすごい、今普通になっちゃってますけどね、当時としてはすごかったと思います。こっちが行ったとこですね。じゃあ進んでいきましょう。何ですかこいつ、爆発しそう、ギャフーン、こうですね。よし、オッケー、読み通り。これでお宝、めちゃくちゃブラックホールみたいなのありますけど、イエーイ。さて次はここを壊せばいいの、えい、ここを、宝箱、何ですかこれ。おお、弾飛ばせる、強い強い強い、楽しい楽しい、ドドドドド、無双ですね。しかもオートエイムしてくれるから何も考えずにぶっ放せる。さてこっちかな、おお、ドド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 ド、落ちた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 、調子乗ってたら落ちた。さて戻ってきましたが、絶妙に当たらないよ、めっちゃいっぱいいる。さて次こっちですね、ほい、えいロケット、おお、道がワイヤーができました、スススススススポーン、あー綺麗な星空、あれギャラガかな。さてもう少し進んでみましょうか、痛い、パン、お結構スプラッタな死に方をしますね。これはバツ、おうおう、導火線が、導火線が上にダイナマイトがありました、おお吹き飛んだ、おお金がいっぱい、かわいいかわいい、おお浮いた浮いた、衛星要塞フォーマットで、いあもう一回あれですかね、宇宙船みたいな、トゥッズゴゴゴゴゴゴ、イエーイ、おういろいろ壊せる、ススススス、あこっちこっちですね、なんかすごい岩、海だ海ですね、うわー敵がいっぱい。さてどんどん上に進めばいいんですか、ここいけるかな、いけた、うお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 う、あ、こういうことしてきます、危な、あばば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 、すすすすす、あばばばば、あれに触れちゃいけませんね、聖堂が結構難しい、危な、オッケー、うまいですよ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 、プロですね。取れない、取れない、取れない。取れない、取れない、取れない。あいやー、さて、いきますよ、よし。ここは止まるタイミングがあるっぽいですね。ギャフーン、結構難しい、よし、クーラーが止まるタイミングを見計らって上まで着きました、うわうわ、くっくっくっ、よし
下に、下、絶妙なところにありますね。ちょっとあれは一旦スルーしましょう。さて、お、何ですか？おーお、お、お、わお。ボスですか？ボスですか？最後あれに着火すればいけそうな感じ。ドカーン、おお、上昇気流で気持ちいい。すっ飛ばされた。イエーイ。あ、すごい、天の川みたいな、綺麗ですね。あ、この音はプレイステーション2の起動音。なんということだ。あ、なんかいろいろありますね。これ引っ張ればいいのかしら。えい、お、プレステ2初代。初代ですね。アーティファクトを手に入れた。やった、エモーションエンジン。PS2。動かす。お、カパカパできる。いいですね。リアルですね。いや、PS2、今はね、私薄型使ってるんですけれども、こっちの初代の方も持ってましたね。はい。OK。さあ、これで、おう。ボタン型の星がきらめいて、うん、戻ってきた感じですかね。お、 PS2 が、あー、なんか PS1、2、3、4 っていう感じに広がっていくんですかね、きっとね。よいしょ、プレイステーションラボマップ、ここが今言ったあそこですね。SSD スピードウェイ。で、他にもこのマップが3つぐらいあるということですね。なるほど、なるほど。PS2 だ、すげえ。あ、取ったものもここに飾られるわけですね。おお、表裏がひっくり返る。すごい。あ、ダンスダンスレボリューションしてる。いいですね、みんな遊んでますね。こういう小物一個一個もね、反応返してくれるのすごい楽しいですね。あ、これは奪い取れる献上品ですね。献上品としておきましょう。ここは何なんですかね、なんかありますけど。ん？何ですかこれ。おお、ガチャガチャ的な。えい、パズルかな。おお、お、小物、ソニーインタラクティブエンターテインメント。あれ、ジュースですけど、ジュースは外れか。いいですね、ガチャ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 。金色のあれが欲しい。お、来た来た、アーティファクトを手に入れた。あ、アーティファクト入ってるんだ。 PSP マイクロフォン、またなんか渋いもの、渋いものを、確かにあった、ありましたね、 PSP のマイクロフォン。そうか、 PSP とビータもどっかにあるのではないかと思うんですけど。あ、かわいい。ブーメラン投げてますね。一回100コインか。だいたいパズルなのかな。缶、缶は外れ。あ、もうない。お、これで、あ、壁面にパズルが増えるわけですね。このパズルもいつか完成させたいところですけど。うん、シャーク。お、登れるじゃないですか。ぴょ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 、すすすすす。よし、ではね、今回はこの辺りで終了とさせていただこうかなと思います。プレステ5、新時代の幕開けにね、ふさわしいいろいろな遊びができる、こちらのね、アストロズプレイルーム、またいつかね、続きやってみたいと思うので、その時はまたぜひぜひね、ご覧いただければと思います。といった感じで、お、VR つけた。すごい。といった感じでね、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。